はい、こんばんは、久保木純一でございます。本日は1999年度本試験、小説ですね、これを読んでいきたいと思います。まずは、問題の先読みから、していきましょう。いつも通りね。はい、問1番は、小説であれば言葉の意味を聞く問題があるかと思います。で、今回の問題が難しかった理由としては、あは辞書的な意味を聞いてきていると考えられます。あは辞書的な意味を聞いてきていました。ただいとうは辞書的な意味は聞いていません。だって辞書的な意味だったら休息を封印するだったら休息しない、休息をやめるって意味だし、現在進行形だったらね、なんかまさに今物事は進んでいってる状態っていう風になるじゃないですか。この意図うというのはどうも言葉の意味ではなくて、筆者が使った比喩表現ですね。この比喩表現を読み取ってくださいというのが意図うの問題の目的だったようです。意図うの問題は比喩表現をより分かりやすい言葉に言い換える、これがこの問題でした。問2番からパパッと見ていきます。問2番、賢い子供たちは前者を見下し後者を排斥する。賢い子供とは一体どういう人物を指すのか、前者とは後者とはっていう感じですね。はい、この3つの言葉をより分かりやすい言葉で言い換えているものを探すのが問2番でございました。問3番、これが難しいですね。2人とも間違った。彼が何を証明したいのか、彼、丸をつけとくね。この彼というのは文章を読んでいくと主人公だということがわかるんですけども、彼が明らかにしたかったことは一体何なのかという問題でございます。ちょっとラインマーカー引かせてください。彼が明らかにしたかった、どのようなことと考えられるか。なんか嫌な表現ですね。考えられるか、これだから本文中にはもしかしたらはっきり書いてないのかなっていう気がするんですね。本文中にはっきり書いてないっていうことはどういうことを想定しなきゃいけないかっていうと、自分たちが目の前に起きているその事件ですよね、出来事からどういうことがフィードバックできるか。もう一つ、本文じゃなかったらどこにあると考えられるか。リード文、今回リード文やたら長くなかったですか？6行ぐらいありましたよね。だからもしかしたらリード文に答えがあるんじゃないかなっていう、僕はそんな予想を立てていきたいと思います。この考えられるっていう表現がすごく気持ち悪いです。はい、続けて問4番、これも難しかったようだね。微笑みを浮かべて白井、白井丸つけとくね。自分のワイシャツの袖をまくり上げて腕を出した、こんな感じですか。はい、とあるが、この白井の行動にはどのような気持ち、まあ行動の意図をつかんでくださいっていう問題ですね。行動の意図をつかんでくださいっていう問題が問4番でした。問5番、喉に移行する不思議な温かさを、つまり何か飲んだんでしょうね。愛おしく、愛おしくは赤でチェック。もちろん愛おしくという言葉を、プラスマイナスで評価してくださいって言われたら、久美子どっちで評価すべきでしょう。プラスですよね。ただちょっと変なんですね。何が言いたいかっていうと、愛おしくさえ点々、どういうことかっていうと、普通さえという言葉っていうのは、例えば例文を口で言うと、私は、例えばそうだな、なんだろう、私はボロボロのパンツでさえ買いますっていうような言い方をすると思うんですね。さえという言葉は基本的にそんなこともするのというような意味合いがあるんですね。何が言いたいかっていうと、このさえという言葉、つまり何が言いたいかっていうと、この不思議な温かさって書いてありますよね。この不思議な温かさっていうのは普通に考えるとマイナスなんです。
もそれさえプラスに感じている。そう、不思議な温かさとは一体何のことを指しているのか。まあ普通は口にしないものなんでしょう。普通は口にしないものを口にしていたんでしょう。それが、はい、ここでの愛おしさとはどのようなもの、だから何を愛おしく感じているのっていうことを考えていただきたいわけです。何を愛おしく感じているのっていうことをね。大丈夫かな。で最後問い6番が本文の特徴を説明したというふうに書いてあります。さあそれでは、文章のドア頭から読んでいくこととしましょう。それではまずは勝俣に、第2問のこのリード文、このリード文随分長いですね。このリード文を、音読してもらいましょう。よろしく。次の文章は山田栄美の小説眠れる分時の一節である。主人公の時田秀美は転校してきて1ヶ月になる。秀美は子供を親の価値観で縛り付けたくないと考える母親のもとに育った。はい、ありがとうございます。登場人物はこういうふうにくるくるくると丸をつけてしまっていますが、大事なのはここですね。子供を親の価値観で縛り付けたくない、これで鍵括弧を打っておきますね。はい、奔放なというか、まあ放任主義的な母親と考えてください。続けて。彼はいつも自分の感じたままに行動してしまうため、教室全体の協調性を重んじる担任の奥村の気持ちをことごとく逆なでしてしまうし、クラスの子供たちとも親しくなれないでいる。はい、ここをちょっと対立命題風味にとってみましょうか。彼を赤のラインマーカーで、彼はどんな人物なのか、お母さんが、価値観で縛り付けない、だからあなたの思うように行動しなさいというようなことを言うような人なんでしょうね。だから彼の行動というのは自然とこうなるわけですね。ラインマーカー聞きましょう。彼はいつも自分の感じたままに行動してしまう。普通に考えればマイナスの表現です。でその後の表現はそうですね、青のラインマーカーで引いてみますか。教室全体の協調性を重んじる、担任の奥村の気持ちをことごとく逆なでしてしまう、これはもう確実にマイナスの表現ですよね。秀美の行動は担任の奥村の気持ちを逆なでしてしまう。もう一つ、クラスの子供たちとも親しくなれない、これもマイナス。はい、つまり秀美の行動で、先生とも関係がうまくいっていない、子供たちとも関係がうまくいっていないわけなんです。続けてお願いします。そんなある日、教室で奥村からこのままだと不良になってしまうぞと言われて、秀美は立ち上がって反発する。はい、これを掴まないといけません。もう一度青のラインマーカーで、奥村からこのままだと不良になってしまうぞ、つまり今このままというのは何を指しているかっていうと、今2つマイナスとチェックをした部分、1つ、教師の気持ちを逆なでしてしまうような、まあ簡単に言うと協調性を重んじない行動をしていること、もう1つ、クラスの仲間と馴染めていない状況、この2つを指してこのままだと不良になってしまうぞと言われたわけですね。で秀美は立ち上がって反発する、ここを赤のラインマーカー、つまり秀美は教師の言葉に反発したわけですね。つまり秀美が示したかったことは何ですかって言われたら、教師の言葉に対する反発ですよね。これが秀美の示したかったことです。そう、教師への反発書いちゃうね。でこの教師への反発内容をより細かく取っていきたいわけなんです。そう、つまり今秀美のいるクラスというのがどういう状況なのかというのをしっかり掴んでいきたいわけですね。そこで一段落目、じゃあまずは久美子に音読してもらいましょう。一段落目お願いします。他の子供たちは教育者事件の成り行きを固唾を飲んで見守っていた。まずはこれやっつけちゃいましょう。固唾を飲んでを緑のラインマーカー
例えばそうだな、久美子さ、角砂糖を飲み込む、まあまさにそれなんかが固唾を飲むというような感じなんだけど、こうごっくんってする感じ、これってさ、口の中に物が入ってなかったらどんな気持ちを表す？ごくりってなるような感じ、はい、こういうのは、意となる時っていうのはいろいろあるんですけども、まあ主に出てくるのは2つです。1つ目、おいしそう1つ目はおいしそう、唾を飲み込むわけでしょ、しかも大量の唾だよ、こうなる感じ、うまそうっていう。だからなんか知んないけど、僕が サウナ入った後に、なんか知んないけど勝俣が、なんか勝俣は先にお風呂上がっていて、勝俣がなんか知んないけどうまそうにビールをゴクゴクって飲んでるのを見ると、俺が思うって思う時には、やっぱり固唾を飲んでるわけですね、唾を飲み込んでるわけです。他にも固唾を飲むには、こういう表現があります。緊張、緊迫、ですね。手に汗を握っているような時に、こうごくりとなる、時があるわけです。もちろん久美子、ここでは緊張、おいしそうだったらどっちの意味で今回は取るべきですか？当たり前ですよね、緊張ですよね。どういう状況に緊張しているかっていうと、先生がなんか生徒に強い言葉をパンと投げかけた、それに対してなんだどうなんやろうってなってる、この状況は美味しそうではちょっと無理ですよね。緊張、緊迫した状況という意味合いがあります。やっつけてしまいましょう。1のはをやっつけてしまいましょう。問1のは、じゃあ久美子に答えを教えてもらいます。辞書的問1のは、これは辞書的な意味をつかんでください。答えは、なるほどね、あ、なるほどね。そう、この問題は、するという、緊張するという表現はどこにあるかっていうと、緊張した様子のち張り詰めた様子って書いてありますよね。で、問題はですね、気持ちが書いてあるんですね。心配する、不快に思う。ごくたずを飲むときってごくりっていう感じですから、ここには気持ちってないんです。どうなる、このあとどうなるんだろうとかっていう気持ちが込められているはずですので、くださいね。はい。ですので答えは3番。大丈夫かな？これは辞書的な意味が、捉えられないといけない問題でした。さあ、このまま続けて久美子に読んでもらいましょう。よろしく。子供が教師に逆らうというのは、というのは彼らは初めて持ってきたのだった。彼らにとって教師は自分たちの上に君臨する脅威に等しかった。彼らは教師を漠然と恐れていた。その恐れを少なく感じさせる教師ほど彼らの行為をものにすることができたが、その分威厳は失われた。恐れるということはどうだった、従うということだった。彼らは従うことがどれほど学校での生活を快適にするかという知恵を身につけていた。教師の口、両親じゃね、両親の口、うん、特に母親のそれは教師の領域を犯してはいけないのを子供たちに常に悟らせているのだった。そこに尊厳に値するものというラベルの扱いをうまい具合に組み込んでいた。それゆえ子供たちはそのラベルを剥がすのが自分に困難をもたらすことに等しいと本能的に悟っていた。はい、ありがとうございます。つまり、チェックしてください。彼ら、チェックしてください。彼ら、青でチェックしますね。彼らにとって、ラインマーク。その後、青でラインマーク。教師は自分たちの上に屈する脅威に等しかった。まあ、つまり、怖い。大切にすべきものって言えば、手荒に、ね、なんか、手荒に扱ったらダメなもの。ような感じです。だからそれとは反対の面っていうのも当然、いるわけですね。その恐れね、中で線だけ引いておきますね。その恐れを少なく感じさせる教師、そういうのもいるわけです。そういう教師っていうのは威厳が失う、恐れるということは従うということ、これも青で引いておくね。恐れるということは、従うということだった。そしてその後がなんか結構大事なんですよ。彼らは、この後ラインマーカー、
従うことがどれほど学校での生活を快適にするかという知恵。これすごく大事なんです。だからもっと端的に言えば、子供たちはこう思ってるわけですね。ああ、言うことさえ聞いてりゃなんか悪い目には合わないんでしょ、そんなような感じですね。はい。で、一段落目に出てきたのが、尊厳に、値するものというラベル。ラベルを四角く囲っとくね。なんかこのラベルというのは比喩表現ですね。はい。この比喩表現。はい。そのラベルを剥がすのが自分に困難をもたらすことに等しい。だから、尊厳に値するものというのは常に先生は持っているものなんだと、子供たちは一応認識しているわけです。でもこれは何だろう、なんか本当に尊敬してるわけじゃなくて、こういう言葉通じるかな、打算的。先生の言うことを聞いときゃいいんでしょね、聞いときゃ怒られたりしないんでしょっていうような考え方ですよね。非常に打算的、本当に心から先生を尊敬しているとか敬っているとか、そういうような意味合いは全くないわけです、今の文の中にはね。大丈夫、これを押さえた上で2段落目いきましょう。はい、勝又。親しみ深い教師は何人も存在していた。彼らを見つけ出すたびにそっと子供たちはラベルを剥がしてみる。そのことが教師を喜ばせ、休息を伴った自らの地位の向上に役立つのを知っていたからだ。しかし、糊はいつも乾かさないように注意している。生温かい牙を広げて、不都合を察知すると、すぐに休息を封印する。はい、いきますね。親しみ深い教師っていうのは、じゃあちょっと普通に四角を囲みますね。はい、先ほど、難しい言葉でね、こう書いてありました。一段落目とつなげちゃいますね。その恐れを少なく感じさせる教師っていうのがいたよね。これと一緒です。つまり、なんか怖いとか、ああ、言うこと聞かなきゃいけないと思わせないような先生ということですよね。親しみ深い先生って。その代わり、威厳がなくなりますよと。威厳は失われますよと。威厳を失うということをこういう言葉で言っています。彼らを見つけ出したためにそっと子供たちは次の目線、ラベルを剥がしてみる。このラベルというのは尊厳に値するものという意味でしたよね。こことつなげちゃいますよ。尊厳に値するものって意味があったんですよね。ですから尊厳に値するものというラベルを剥がす。まあ要は先生にフランクリーにね、なんか知んないけど友達みたいに接してるような、そんな感じなのかな。はい、そういうようなことをする。で、ね、そのことは教師を喜ばせ、休息を伴った自らっていうのはこれは子供を指してるからね。子供たちって言った方がいいかな、正確には。自分たちの地位向上に役立つ。つまりなんか知んないけど、変な感じだけどさ、なんかこれだと先生も舐められたような感じなんだけど、先生っていうのがいるわけじゃんか、こうやって。で、先生っていうのは基本的には尊厳に値するものですと。尊厳に値するものなんだけど、中にはこう砕けた感じでやってくる先生っていうのもいると。こう砕けた感じでね、もっとフランクリン行こうぜ的な先生っているわけじゃないですか。これを子供たちが手のひらの上で転がすような感じ。これがまさにラベルを剥がす的な、そういう表現になっているんではないかなと思われるわけです。しかし、逆三角。だから先生転がしがうまいって感じかな。先生転がしがうまいと子供たちの中で地位が向上する。そりゃそうだ。先生に可愛がってもらえるもんね。わかる？ちょっと難しい？大丈夫？しかし、糊はいつも乾かさないように注意している。簡単だよね。いつでも貼れるようにってことでしょ。剥がしたものをもう一度ペタって貼れるようにってことですよね。生温かい唾を広げて不都合を察知すると、なんか急に先生が怒り出しそうな感じになってきたりするとっていう感じかな。すぐに休息。つまり休息の内容は何かっていうと、ラベルを剥がすことを封印する。つまりラベルを貼り直すと言ってもいいかもしれないね。はい。それを踏まえて いきましょう。休息を封印する。ラベルを貼り直すと言い換えましょうか。ラベルを貼り直す。じゃあこの中でラベルを貼り直すという意味になるもの、これはそんなに難しくなかったようですね。久美子、何番でしょう？4番というふうになるわけですね。
OK かな。はい、続けて三段落目いきましょう。三段落目、久美子よろしく。教師に意に嫌われる。意に嫌われる子供はその方法を知らないのだった。習得してしまえばこれほど便利なものの存在に気づいていないのだった。鈍感さのために、あるいは知ろうとしない工事のために、賢い子供たちは前者を見下し後者を排斥する。すると不思議な優越感に身を浸すことができる。優越感は連帯意識を育て一層強固になっていく。そうなるともうそれを捨てることができなくなる。怖いのだ。教師に対して持つ脅威よりはるかに連帯から弾き出されることに対する脅威の方が大きいのだ。はい、どうもありがとう。まずここでチェックをしておきたいのは、教師に意に嫌われる子供、赤いラインマーカー、要はこれ秀美ちゃんみたいな子供のことですよね。はい、秀美ちゃん A としておきましょうか。今回はね、最初の方に書いておきます。秀美ちゃん A としておきます。教師に意に嫌われる子供、ニアリーイコール A はその方法っていうのは何かっていうと、ラベルを剥がしたり貼ったりですよね。ラベルを剥がしたり貼ったりね、基本的には先生とは尊厳に値するものだ、だから先生の言うことは聞いておきゃいいんだ、でも向こうが砕けた感じで来たんだったら、じゃあ先生を手のひらの上で転がしてやろうっていうようなねなんか随分憎たらしい子供だけどね、そういうようなことを知らないと。習得してしまえばこれほど便利なものの存在、便利なものの存在、波線だけ引いとくね、に気づいていないのだ。鈍感さのために、あるいは知ろうとしない意固地、意固地って頑固っていうね、意固地って頑固っていうね。はい、賢い子供たちは、じゃあ勝俣に質問、賢い子供たちって何のラインマーカー引けばいい？青ですね。前者を見下し後者を排斥する。もちろん前者後者ともに両方とも教師に意に嫌われる子供を指していますから、赤で引いときゃいいんですけど、前者っていうのは何を指しているかっていうと、はい、真上ですね、鈍感さ、これを指しています。鈍感さのために、賢い方法を知らないやつ。もう一つ、後者っていうのは知ろうとしない意固地さ、つまり頑固でしょうがなくて先生に好かれようだなんて思わねえぜっていうやつは排斥すると。見下す、排斥するという言葉は何でしょうね。まあ両方ともマイナスイメージなんですけど、意味合いが全然違いますよね。見下すっていうのは別にこう、なんていうんですか、見下すって言ったらこう、なんだろう、コミュニティがあってさ、生徒のコミュニティがあってさ、そのコミュニティの中で賢い生徒がなんかね、その方法を知らない人間を見下すって、まあ、こういう感じじゃないですか。まあつまりこういうふうに序列ができるっていうふうな感じだと思うんですね。排斥するはもっと強い言葉だよね。排斥するってことは結局のところ、この家庭、このなんていうんだろう、コミュニティから追い出しちゃうってことだもんね。はい、これをしっかり掴んでください。もうちょっと読んでみましょう。はい、すると不思議な優越感に身を浸す。不思議な優越感に身を浸すことができるのは赤、青、どっちのラインマーカーで引いときゃいいですか。久美子、青ですね。はい、優越感は連帯意識を育て一層強固になっていく。そうなるともうそれを捨てることができなくなる。怖いのだ。教師に対して持つ脅威よりも逆三角、はるかに連帯、クラスの中からの連帯から弾き出されることに対する脅威の方が大きいのだと。仲間外れが怖いと、先生に対する恐れよりもそっちの方が怖いから、みんなこう突き従ってるってわけですね。 OK、 つまり子供たちが先生にペコペコする、従っている理由っていうのは、決して先生に嫌われたくないと思っているわけじゃなくて、このその集団ですよね、この集団から排除される、つまり子供たちのコミュニティから排除されるのが嫌だって思ってるわけですね。子供ってこんなに複雑な生活を営んでるんだね。
すごいね。はい、失礼しました。じゃあ、4段落目、勝俣お願いします。子供たちは党に秀美を排除し排斥しつつあったが、このような事件に遭遇すると混乱して言葉を失ってしまうのだった。秀美が何の役にも立たない勇気を意味なく誇示しているように思われた。そこまでして彼が何を証明したいのかを理解するには、そして彼を理解しようと試みるには、子供はあまりにいた。やり方を学びすぎていた。非常になんか面白い表現ですね。子供でありすぎる。理解するには子供すぎる。理解しようと動くためにはもう何やり方を、大人なやり方を学びすぎてしまった。君たちもほら、数学とかを勉強、数学で初めはさ、なんだっけ、導関数を導出するときにはさ、導ってやるわけの定義に従ってやるわけじゃんか。 x^-3 には微分しなさいって言ったときには、ちょっと変化したよっていう h という文字を使ってやるわけじゃんか。でも、もうみんな知り出すんだよね。x^2 は 2x、 x は、普通に1定数として、直すことができるんだって分かった瞬間に、導関数の定義なんか使ってられっかってみんな思うわけでしょ。大人になると面倒くさいことがやれなくなる。秀美のやってることは面倒くさいことなんです、きっと。大人に立ち向かっていくっていうのがね、はい、そういうようなことをこの大人のやり方を学びすぎていたで表現したいのかなという気がします。証明したいのか、何を証明したいのかという問題に対してはもう一度、ここを見てほしいんですけども、秀美が反発した、教師へ反発した理由というのは、このままだと不良になってしまう。それは何か、ことごとく先生の気持ちを逆なでする。もう一つはクラスの子供たちとも親しくなれない。ちなみにクラスの子供たちが重んじているのは、そのこっちの方ですかね、コミュニティから排除されたくないということを、より強く思っているということは先ほど言って、今1段落目から4段落目まで読んだ、ここまでがそうですね、ちょっと見ようと思う、大きく書いてみようと思うんですけども、ここ僕は大きな一段落目として、A 君と学校とトラブル、そういうようなかなと、テーマをつけていいんじゃないかなと。 A と学校と知らない、私的な感じ、知らないよねごめんね、古い小ネタ入れてごめんね、はい、そういうような感じだと思います。でも A 君は多分ね、秀美君はさ、こういうのを気にしないんですよね、きっとね。二段落目っていうのは、先にぶっちゃけちゃいますね、五段落目、六段落目っていうのは、家族と A の関係、そして最後まで、この秀美はから始まるこの最後までっていうのは、結局は白井と A ってやつですよね。こういうふうに大きく3つに分けることができるわけなんです。で、今問い2番で何でしたっけ、彼が何を証明したいのかっていうのは、なんとなくもうリード文の中身で分かる気がするんですけども、この家族と A、 5段落目と6段落目を読むことによってよりはっきりしてくるんじゃないかと思うわけなんです。そこでじゃあ5段落目は僕が読んでみたいと思います。大丈夫かな。じゃあいきます。 OK。 ちなみに家族と A っていうのはここからここまでね、大丈夫、組子。5、6が家族と A ね。はい、大丈夫。じゃあ行きます。他の子供と自分は違う。この事実は秀美は当に気づいていた。自分の物言いや態度が他人を苛立たせるのを知っていた。そのことで彼はたびたび孤独を味わっていたが、自分には常に支えてくれる、赤ペンで線だけ引くね、母親と祖父が存在しているという安心感、四角を囲っとくね、
がそれを打ち消していた。打ち消してそれでもまた溢れてくる力強さを保護者の二人から感じていた。そう思うと学校での出来事など取るに足りない二重線のことのようにすら思えてくる。彼、丸つけるね、は自分の帰る場所に存在している大人たちから自分の困難が成長とともに減っていくであろうことを予測していた。それは時間の流れに沿って泳いでいけばたちまち同種の人間たちに出会う二重線という確信に近いものをもたらした。今いる学校という環境が特殊なだけであって、僕はもっともっと大人になっていけばおじいちゃんやお母さんのような僕と同じような考え方をするような人間に出会えるんじゃないかっていうのが五段落目の内容。六段落目も僕は読みます。過去はどんな内容にせよ笑うことができるものよ。母親、丸をつけますはいつもそう言って秀美を落ち着かせた。つまりその学校の中で起こった出来事は全て過去のものだよねと言って片付けちゃうお母さん。赤で引いちゃいましょうね。秀美サイドにいるので赤で引いてみました。いつもそう言って秀美を落ち着かせた。自分の現在は常に未来のためのものだ。彼はそう思った。いい？気をつけてね。自分の現在っていうのは今の現在、何言ってんのって話だよね。今の現在って変な言葉だよね。つまり今秀美ちゃんがいるでしょ。秀美、今の先は大人だよね。この今、子供か、もっと分かりやすく言えば子供の時の今っていうのは未来のため、ごめん字汚くてって言ってるわけなんです。これが大人になるとどうなるんでしょうか。いきます、自分の現在は常に未来のためのものだ。彼はそう思った。そしてある堤防までたどり着いた時に現在は現在のためだけに存在する。このある堤防っていうのをちょっと子供っぽく大人って言っちゃうよ。ある年齢に達したら大人になって現在は現在のためだけに存在する。つまりここで言う大人は現在が現在のため、こんな感じですね。現在が未来のためと現在が現在のため。堤防を越えようとするとき、その汗の滴りは現在進行形、丸つけとくね。もちろん堤防を越えればこうなるわけですから、ずいぶん難しい問題ですが、ここで言う現在進行形というのは現在のためにある状況を、それはです、これは常に未来のための関係、反対の関係になるわけですね。OK。それまではどのような困難も彼は思った。子供の義務だと彼は思った。くだらない教師に出会うのは教師に出会う。素晴らしい教師に出会うのは素晴らしい贈り物。くだらない期の大っていうのはさっきの大きな段落1。だっけ？担任の誰先生だっけ？奥村先生。そして言って素晴らしい教師っていうのはこの後読む大きな段落さん。すると必ず心のうちに前の小学校の次第教頭の顔が浮かぶというふうに書いてあるわけですね。 OK。 さあじゃあここまで踏まえたら、結構今日も時間かかってるな、ごめんね。はい、問いのまずは1番のうーからからつけてみましょうか。現在進行形からいきます。久美子、現在進行形、まあもう今喋りましたね。う、答えどれでしょう。生きること自体が目、現在を生きること自体が目的である状態、いい感じですね。はい、問2番、賢い子供たち、これは2人とも合ってたようです。はい、いきなりいきましょう。勝俣、5番、その通り。さあ、問3番が難しかったです。彼は何を証明したいのか。ここで彼が明らかにしたかったことは何なのか。もう一度ポイントを押さえていきましょう。彼が教師への言葉に反発をしました。言葉の内容はこのままだと不良になってしまう。このままとは何を指しているか。先生の気持ちを逆、つまり先生というものは権威ではいけないもの、逆らってはいけないものだろうっていうようなことを多分もう一つ言いましょう。
もう一つ、子供からも来られてしまっている。これはどういうことかっていうと、先ほど1、2と思いますけどもで言ったので分かると思いますけども、そのラベルをする、貼ったり貼ったりする、こういうテクニックを身につけては子供っていうのが排除される。そう、連帯から排除、 US 不思議な US からの身を浸すとかうんぬんかんぬん書いてるというようなこと、はい、そういうようなことを掴んでいただければと思うわけです。また選択肢を間違ってしまった選択肢を聞いてみましょう。久美子は何番選んだ？の担任の奥村はクラス全体に自分の考えを浸透させるためにわざと自分を見くびらせて、自分を見くびらせる先生っていうのは何人かいるかもしれないと思うんですけども、奥村がそうであるかどうかは分かりませんね。奥村はっていうような言い方をしている場所はないので、ここはちょっと罰を取りましょう。勝俣、時が過ぎればどんなことも笑い飛ばすことができるようになると言って自分を安心させてくれた母親の言葉が学校かという場でも通用するか、反発の内容とは違いますよね。そう、その反発との内容と全然絡んでこないんです、母親の発言というのが。これで罰を打ってしまいます。さて、難しいけど、カッコ1カッコ2カッコ3から正しい答えを得たい。そこで2人にはおかしい選択肢を1個ずつ消してもらおうと思います。 OK かな。久美子からいくよ。おかしい選択肢 1,2,3 から1個選んで。都合のいい時だけ子供の世界に歩み寄ろうとする担任が奥村のやり方。これはまさに5番と一緒ですね。奥村がどのような教師であったかどうかはまだ本文中から見抜けません。さあ、1と2で迷いましょうか。勝俣が自分たちは学校という場に拘束されており、子供であるということを自由にどれほど教師の脅威にさらされ個人としての人権を線引いて罰。はい、非常に答えとして選びにくい2番が答えだったわけですね。担任の奥村が子供たちと同じ目線で物を見ていきたいという純粋な欲望を持ち、血の通った人間として互いに接し合える教師であるかどうかというふうに書いてありますね。これは何が言いたいかっていうと、多分この三段落目以降です。この三段落目以降です。わかりますか？くだらない教師、素晴らしい教師っていう話がありますよね。素晴らしい教師として出て白井というのが出てきています。くだらない教師と出会った時に、つまり今自分の目の前にいる教師が一体どういう人間なのか、つまり反発衝突しているわけですよね。その秀美の考え方と先生の考え方っていうのが反発し合っている時に、果たしてこの人っていうのは本当に筋の通っている、白井先生っていうのは本当筋が通ってるわけですよね。どういうふうに筋が通ってるかはこの後掴んでいきますけども、奥村も筋の通ってるやつなのかどうなのか、まさに試すつもりだったんでしょう。そうするとだからこそこの段落っていうのが後半にある。こういう時に白井先生の顔が浮かぶっていうのは、まさにこういうふうな働きをしてるんだろうなって気がしますね。ただ難しい。ただ難しい。答えは2番と。難しいね。では続けていくね。はい、7段落目。じゃあ、久美子よろしく。秀美は本部の次に、白井教頭を愛していた。白井教頭を前つけとくね。彼は子供たちに自分を見くびらせるという高等技術を持って接していた。これじゃあ普通に赤で線だけ引いとくね。これだとなんか知んないけど、さっきのさ、ろくでもない先生、なんかね、わざと生徒と近づこうと思う先生に似てるんだけど、続けて。けれど、誰も本心から白井を見くびる者はいなかった。けれどで逆三角、その後は赤のラインマーカー。誰も本心から白井を見くびる者はいなかった。続けていこうと。で、子供をくびらせて子供と親しくなろうという
魂胆魂胆を持った教師は少なくなかったが、子供たちは上辺の企みはすぐに見抜いた。赤ペンで線だけ引いとくね。上辺の企みはすぐに見抜いた。好かれようという子供に媚びを売るのではなく、子供たちと同じ視線で物を見たいという純粋な欲望から彼は自らを気安いものに仕立てていたのだった。これが実は先ほどやった問3番にあたる表現が実はここにあったんだね。子供たちと同じ目線で物を見てみたいという純粋な欲望から彼は自らを気安いものに仕立てていた。そう、大事なのは純粋な欲望という言葉。隣に変えると全く正恨みと全く正反対の関係になるわけですね。続けてどうぞ。そしてその姿勢は子供たちの目に映った。子供たちの世界でやはり嘘は罪であり続けるのだった。はい、かすまた嘘という言葉を八文字で言い換えると上辺の企み。そうですね、上辺の企みと言い換えることができますね。これが7段目の内容でした。さあ、8段落目です。かすまた行きましょう。秀美と数人の仲間は休み時間や放課後用もなついた校長室の前をうろついた。そこに白井教頭がいることが多いからだった。運よく彼らは中に入り白井と話をすることができた。随分人気の先生なんですね。続けてどうぞ。秀美は彼にこんな質問をしたことがある。生きてるのと死んでるのってどう違うんですか。これが秀美の質問、赤のラインマーカー。さあ、それに対して白井先生、白井教頭はどう答えるんでしょう。久美子、続けていきましょう。白井は笑って秀美を見つめた。秀美が連れていた他の子供たちも興味津々という表情を浮かべて彼の答えを待っていた。先生は死んだことないから正確なことは分からんが、考えてみることはできるぞ。君たちはどう違うと思う。子供たちは口々に叫んだ。心臓が止まっちゃうこと、ないこと、お腹が自分の家になること、息が止まること、天国の住人になること、バーカお前なんか地獄に行くんだよ、冷たくなって動かなくなること、食べ物は食べないで済むこと、ピーマンは食べなくて済むんだ、お墓にピーマンを入れてやるよ、うるせえ。はい、どうもありがとう。というふうな子供たちの会話がどん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 飛び交うわけですね。なんかちょっと前にね、サンデル教授っていうハーバード大学の有名な人気講師がいるんですけども、議論をさせる、自分が答えを言うのではなくて生徒たちに議論をさせて、その議論から自分の意見をこう言うというふうな形のスタイルを取る先生っていうのがハーバード大学にいるんですけども、なんか子供たちにまずは討論させる、子供たちにまずは討論させる、そして自分の考えを述べていく。続けて、まあというように白井は子供たちを制した。ないぞ、なかなか当たってるかもしれないぞ。でもな、心臓が止まっても呼吸が止まってもお医者さんは死んだと止めないこともあるんだぞ。それだけでは生き返る場合もある。はい、これまず白井の発言ですね。答えに近づこうとする発言。じゃあこれはちゃうよ。にょっと全部引いちゃうね。続けてよろしく。言葉に衝撃を受けて子供たちは顔を見合わせていた。信じられなかった。どうもいろいろ死ぬのにはいろいろな条件があるらしいと悟ったのはこの時に初めてだった。どう思うんですか。はい、どうもありがとう。先生はどう思うんですか。つまり答えを聞きたがった秀美がいるわけですね。続けて久美子。秀美はもどかしそうに尋ねた。すると微笑を浮かべて白井は自分のワイシャツの袖をまくり上げ腕を出した。先生の腕を噛んでみる勇気のあるやついるか。はい、とんでもないこと言い出しましたね。とんでもないこと言い出しましたね。自分、先生の腕を噛んでみる勇気、三角括弧。そう、自分のワイシャツをまくり上げてと書いてありますから、これとつなげてしまいますね。つまり実体験をさせる、理屈ではなく経験。百聞は一見にしかずなんて言葉はありますけども、まあまさにそういう感じですね。子供たちに体験をして答えを教える、子供たちに体験をさせて答えを教える、そういうような先生なんでしょうね。続けてお願いします。久美子。意外な質問に子供たちは驚いて言葉を失っていた。僕やります
秀美は悪意に捕らえる仲間たちを尻目にいきなり白井の腕に噛みついた。もっともっと手加減しないでいいぞ。なんだ時だ、お前の歯は入れ歯か。ちっとも痛くないぞ。秀美はムキになって上顎に力を入れた。白井はさすがに苦痛を感じたらしく顔を歪めた。いててて、降参降参、すごい立派な歯だな時だのは。白井はゆっくりと力を抜いた秀美の口を腕から離した。そこには歯の跡がくっきりとつき血が滲んでいた。わ、血が出ている。誰かがつぶやいた。秀美は自分の唇を指で拭った。口の中が生温かく冷めたような味が浸っていた。うん、漂っていた。はい、漢字はしっかり読めるようにね。はい、つまり秀美の口の中および口の周りには血がついているわけです。赤で線を引いておきましょう。もちろん勝又、この口の中が生温かく錆びたような味が漂っていただけだったらプラスマイナスどちらの評価を下すべき？マイナスですよね。続けて僕が言っています。どうだ時だ、先生の血は温かくてぬるぬるします。変な味がする。もちろんこれもマイナスの表現ですよね。それが生きているってことだよと。ほー、どういうこっちゃ。はい、これも赤のラインマーカー引かせてください。知らん言いの言わんとすることを図りかねて子供たちは顔を見合わせた。秀美は軽い吐き気、マイナスだねをこらえながら白井の次の言葉を待った。白井の結論はこれです。生きてる人間の血には味がある、おまけにあったかい。じゃあ死ぬと味がなくなっちゃうんですか？そうだよ、冷たくて味のないのは死んだ人の血だ。へえと驚きの声が上がった。だからな、死にたくなければ冷たくって味のないやつになるな。いつも生きてる血を体の中に流しておけ。どうやったらいいんですか？そんなのは知らん、自分で考えろ。先生の専門は社会科だからな、あんまり困らせるな。それから時田、このこともよく覚えとけ。あったかい血はいいけど温度を上げすぎると血が沸騰して血管が破裂しちゃうんだぞ。ここちょっと大事だよ。あったかい血はいいけど逆三角。その後赤のラインマーカー引いて、温度を上げすぎると血が沸騰して血管が破裂しちゃうんだぞ。ちょっと勝俣に質問するね。なんでわざわざこんなこと言ったんだと思う？なんで？うん、久美子、この秀美が自分性格、この秀美の性格上人と対立してしまうことが多いから、そうやってなんて自分の、血を温めるっていうか、こうふわってなんかすぐカットなったりする。いいですね、いいですね。自分をやりすぎるな。はい、つまり何が言いたいか、そう、久美子の言う通りなんですけども、これっていうのは、ちょっと大きく書きますね。それとなく、秀美をたしなめる。つまり、この白井というのは、秀美のことをよくわかってるんです。結構、血の気の多い感じがしますよね。先ほどの段落見れば分かるように先生とも対立しちゃうような、そういうのも厭わないような人間ですからあれなんですけども、それとなくいいか、沸騰の過ぎには注意だぞっていうふうにそれとなく確かめている。白井先生は秀美のことをよく分かっていて、秀美に自分の伝えたいことをそれとなく、まさにこれっていうのは脅威とか権威とかとはまた違いますよね。同じ目線でこうだから気をつけてねっていうふうに言ってあげてるわけですよね。お前はこうだっていうふうな、こういう言い方じゃなくてこういう伝え方、そう、上からじゃなくて横からこう伝えていく感じ、これをぜひしっかり掴んでほしいわけなんです。では最後に久美子、最後の3行お願いします。秀美は曖昧にうなずいた。彼は下に残る血の味を何度も反芻していた。味のある血、この言葉はもしかしたら自分は一生涯忘れることがないのではないか。そんな予感が胸をかすめた。吐き気はもうとっ
塔に収まっていた。それどころか喉に移行する不思議な温かさを愛おしくさえ思っていた。はい、この愛おしさっていうのは何だろう、言葉の説明が難しいんですけども、当然誰に対してかって言ったら分かりますよね、勝俣。教頭。そうです、白井教頭に対してです。じゃあここでの愛おしさの内容って何なんでしょうか。愛しいっていうのは基本的には英語にするとラブっていうふうに捉えそうなんですけども、なんか情愛とかね、恋愛とかか、そういうもちろん愛しさじゃないですよね。つまり何が言いたいかっていうと、白井先生のその体、そう、白井先生が本気になって自分にぶつかってきてくれたんだと。実際に本当コンタクト取ってるわけですよね。肩や腕、肩や歯なんですけど、完全にコンタクトを取ってるわけですよね。そういうものを踏まえた表現なのかなという気がします。では問4番から答え合わせをして終わりにしましょう。問4番も難しかったみたいですね。微笑みを浮かべながら白井は自分のワイシャツの袖を、ま、というふうに腕を出したというふうに書いてあります。はい、ちょっと聞いてみましょう。はい、久美子は間違った選択肢として何を選んじゃいました。人間の生と死にまつわる問題を子供たちと考えるんだから、いい加減な理屈ではぐらかすわけにはいかない。だが子供たちの目の前でどうしたら生きていることの証を見せてやることができるだろうかと思案…思案っていうのは考えているって意味ですよね。意味わかります？白井はこの時点で考えてるんですか？白井はおそらくこの時点で結論が出てるんです。白井はこの時点で2つその結論を言いましょう。1つ目、生きていることの意味を伝えたい。生きている人間には味が、だからおまけにあったかい、だから味のない人間になってはいけないのが、というのが白井の伝えたかったこと1つ。勝俣、じゃあ白井の伝えたかったこと2つ。時田に対する示したこと。そうですね、それとなく、お前は血ましなめる、お前は血の気の多いやつだから気をつけろよっていうことを伝えたかったら、もうですから、もう腕を出した時点ではもう伝えようとしている内容は、それで4番は跳ねていいんじゃないかと。思案ではちょっと弱すぎる。勝俣何なんだ。4番です。なるほど。じゃあぜひこの1番と2番の要素がビタッと入っている選択肢をぜひ選んでみてください。これはもう一発勝負でいきましょう。もうしっかりした選択肢がありますので、はい、1番の内容と2番の内容がビタッて入っている、そういうものを選んでみてください。しかもね、この先生っていうのはこの部分ですよね。この部分も忘れちゃダメだよ。この部分もぜひ入れてね。討論、子どもたちの討論というのもこう生んでいる。それもぜひ頭に入れてください。2人で答えを言ってみましょう。問4番の答えとしてふさわしいものは、せー、いくよ、大丈夫？せーの。そうです、見てみましょう。秀美には自分の中の興味や疑問が生じると請求に答えを求めたがる傾向がある。ふーん、それはまだ分かんないけど、そんな彼のことを好ましく思いながらも、秀美の心の流行り、丸2番、みんなで一緒に考えるきっかけ、まさにこの矢印の部分。そして答えが1番です。結局は別に腕ってこれ言わせなくても、いきなりポンってこれ言えばよかったのに、わざわざ言わなかった。それをみんなの議論を引き出したかったからですかね。そうです、あ、1番になりそうです。続けて問い5、これは久美子が間違ったみたいだ。愛おしくさえ思っていた、これの内容について選んでしまった。まず久美子が選んでしまった間違った選択肢は、温かしすぎていく血の温かしさを通して、秀美はそれが自分の体内にもなる。結局次線引いてね、人間は皆平等なのだ。これかい、厳しい、ちょっと厳しいですよね。はい、人間は皆、厳しすぎる気がします。先生と生徒っていう
これの対等関係っていうことでもしかしたらこういう選択肢を、選びたかったのかなっていう気がするんですけども、これはちょっと厳しいですね。問4番の答えに当たる部分ですね、生きているとはこういうことだっていう、それとぜひ絡めていただきたい。そこでじゃあこれも久美子に答えを選んでもらおうと思うんですけども、久美子はこれ問5番解くときに何と何で迷った？3に飛びついたって感じか。なるほど、4見てみます。多くの教師たちは親だけの優しさを漂わせながら子供たちの世界に侵入してきたが、白井だけは本気で自分を心配してくれた。ここでの愛おしさはそんな白井の存在をいつまでも身近なもの。なるほどね、白井の存在をいつまでも身近なものか。 きついなと思う部分としては、やはり4番もこのことから得られた答えの内容がないということですね。不思議な温かさという、まあ、つまり生きてるってどういうことに当たる答えが4番も存在していないのが厳しいのかなという気がします。はい、じゃあ 1,2,5 で久美子に選んでもらいましょう。どれが答えだと思いますか？自分は今まで親しみを持てる教師と出会うことがなかったため。ちょっと待った、この今までが怖い。つまり白井教頭の前について書いてあれば別だ、なるほどって言える。これは言い過ぎじゃないかなという気がする。学校の中ではいつも孤独。ちょっと待って、その割には結構みんなと一緒に質問しに行った感があるよね。さあ久美子は一個ずつ地雷を踏んでってくれてますね。じゃあ2と5で迷ってください。はじめは錆びたようにしかマイナスのイメージが書いてありますね。感じられなかった血の味が次第に生きていることを実感させる味。溶けたじゃなかった、間違えちった、白井先生の言葉でプラスに変わったんですよね。ここでの愛おしさは白井の教え、そう、白井先生を通じて命の持っている温かさに触れた喜び。いいですね。じゃあ一応2番も消しときます。温度を上げすぎると血管が破裂するぞという警告を受けて、秀美は初めて自分がいかに学校内で先走った態度。いやー、この前の学校で先走ってかったかどうかはちょっと分かりませんよね。書いてませんからね、はっきりは書いてませんからね。まあ先走ったのかもしれませんね、教頭先生がそれとなく言ったぐらいですから。でもこれをはっきり回答根拠にはできなさそうです。はい、5番が答えになりそうです。ラスト、2人とも間違ったやつですね。本文の特徴を説明したもの。本文の特徴ってなんだろうな。これさ、時間軸がズレズレなんだよね。時間軸がズレズレ。そう、現在の話がカンとあって、そして家族との心のつながり、僕は大丈夫だっていうね、 A は大丈夫だってやつがあって、そこから白井と A の思い出の話、どんどん話が過去に行ってるんだよね。学校でのトラブルがまさに現在で、家族との触れ合いっていうのはもちろんこのトラブルの手前にあるわけですよね。さらにその手前に前の学校での話、時系列がどんどん後ろに行ってっている感がある、なあという気がします。じゃあこれも、2人の間違った選択肢から消していってみたいと思います。勝俣、何選んだ？5番です。教師に貼り付けるラベルの扱い方や子どもたちとの連帯意識から弾き出される孤独感には無頓着で、自分自身の信念に基づいて独自の立場を堅持していこうとする主人公の意思が具体的なエピソードを通して巧みに描かれていたら、それは一段落目の内容にしか触れられていない。これでは部分的すぎるということです。なるほど、全体を触れている、注目してください。全体に触れているものを注目してください。全体に触れるためには先生との出会い、これをうまくポイントとするといいか。ダメな選択肢をパンパンといきましょう。これだったらパンパンといけそうですね。
久美子、まず 1,2,3,4 で明らかにおかしい線。教師にうまく対応できる微妙なバランス感覚に優れた子供は優越感を排斥感を生む、疑わせなければ排斥感を生む人間関係を子供本来のあり方から逸断的にとして批判的に捉える主人公の心理。これだったら白井先生の話が出てこないもんね。確かにこれも書いての内容にとどまってる。勝又大人のやり方を真似てクラス内での地位向上を図ろうとする子どもたちのずるさを敏感に見抜き、自分自身が成長していくことでそのような嘘の世界を見よ、もういいよね。これも一段落で終わっちゃってる。3とか2の内容はどうすんだって話だよね。久美子、もう一個おかしい選択肢を消してください。教師の権威に屈服しつつ集団の連帯意識を強めようとする子どもたちの世界を未来のために超えなければならない堤防のようなものと考えた主人公が愛情に支えられ、人々の愛情に支えられて成長へのきっかけをつかむ姿が描かれている。周囲の人々の愛情っていうのはきっと白井先生や家族のことを言ってんのかな。ちょっと待ってね。これだとさ、1が起こってからその後2,3社あって掴みましたっていう書き方をしてるもんね。だから久美子はおかしいと思ったんだよね。順番おかしくねえ、3,2,1が正しい時系列じゃねえと。そうだから4番は時系列が逆だからおかしかったんですね。くだらない教師たちとの出会いを身の不運と考え1としときましょうか。教室の中ではそれを甘んじて受け入れよう、思わず血を沸騰させて、いいね。三段落目の言葉は担任の奥村に逆らう主人公のシーン、これは間違い、回想場面、これは当然2、3、当然2も指している。ということで、2はしようと。非常に難しいな。何が子供運賞を難しくしたんだろう。原因は真逆、3,2,1っていう時系列だったから。もう一つ、君たちをパニックに陥れた。正直に言うよ、僕も多分君たちと同じように時間で解かす、キチキチの時間で解かされたら僕は解けなかったろうなと思った問題があるんです。3番、明らかにしたかったのはどのようなことっていう。結局はこの3番が僕たちできないと、おそらく6もできない。この本文のテーマに当たるわけなんです。問3が分かってないと問6も取れない。だから皆さんやっぱり16と19は互いに間違ってますよね。かなり厳しい文章も厳しいし、その文章とともに問題も厳しかったですね。はい、でも読み直す価値はあると思います。時系列が逆になっているという特殊なケース。時系列通りだったら時系列通りに問題出るもんね。時系列通りになってないから問題のその内容も時系列の逆になってるからさ、なかなか厳しいなって考えました。はい、ぜひ後で復習の方してみてください。本日は以上です。ありがとうございました。